おはようございます。はい、どこからいらしたんですか？大仙はい、寄っちゃう。はい、美味しそうだね。卵美味しい。これが人気ナンバーワンみたい。クリームパン。クリームパンも美味しそうだったね。クリームが白い。生わさび。多分とっても良いところで。リビルディングセンタージャパンですね。ヤマサ醤油木箱カフェにしますたくさんいたんで、はい、インバウンドの方もいたし面白いところです。めちゃめちゃうまいぞめっちゃ美味しいね。わ、虹、うわ、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 すごい。だからワイナリーとか、この辺農業地帯の安曇野ワイナリーね、ここはまだ全然美味しい。美味しい。ワインチャレンジとかでなんか。あ、すごいいい匂いするもんこれ。どうしようになってる。いや。あ、これだ。トラットリアアンジェリコ。はーい、乾杯。やばい。具がすごい。モリモリだよ。絶対うまいこれは。長野の上の方にやってまいりました。宿の様子です。うわ、ぐっすりだな。眠て。はい、長野旅行4日目の朝でございます。こちらが今日泊まったグーさんのコテージです。信濃町にあるグーさんのログハウスに泊まっております。すごいな、信濃町は雪ちらちら積もってますね。まあ、隣町あたりに、まあ、スキー場で有名な白馬とかもある場所なので、この辺結構雪積もるところですね。昨日の夜も運転してたら雪が降ってたので、豪雪地帯かもしれないですね、ここは。空気がいいです。気持ちいいです。みんな薪をすごいストックしてますね。はい、信濃町のグーさん、お世話になりました。お世話になりました。外は冷え込んでおりますよ。寒い。これから朝食を食べに行きます。そうですね。なんていう、戸隠神社が今日の目的地なんですよね。戸隠神社、うん、夢な神社が長野にありまして、ちょっと行ってみたくて、はい、そこの近くで食べれるところがありそうなので
ちょっと朝食を食べていこうかなと。はい、とりあえず朝食を食べに向かいたいと思います。戸隠市にある喫茶ランプでございます。奇襲券初めて見る、うん、外で大丈夫なのね。こんにちは。薪ストーブ。すごくいい雰囲気ですね。ランプさんすごいいい雰囲気です。薪ストーブもあって写真がめっちゃ展示されてます。綺麗です。お決まりですか？はい、はい、じゃあカレーライス1つ、カレーを1つ、はい、アップルパイ1つ、はい、ブレンドコーヒー2つ、はい、お願いします。はい、パイは15分ほどかかります。はい、大丈夫です。はい、北穂高っていうのかな。北穂高、北穂高めっちゃ綺麗。ポストカードある。おこじゃめっちゃ可愛いですけど。ランプ美味しそうね、もう。チキンカレー美味しそうやな。ね、インドチキンカレー美味しいわ。美味しい？あ、どう？うわ、美味しそう。美味しそう？うん。トロットロです。アップルがすごい。リンゴがぎっしり。あ、そう、うん、おー、ありがとうございました。シーパーサテンの下まあ、戸隠神社です。すげえ。すごいね。849年めっちゃ奥まである、うん、ここが見たいよ。ここはあ、こっちもなんだけど、ここそこすごそうだな。あ、杉並木なんだね。行きますか。行きましょう。すごい世界だ。木がすげえ。すごい世界。ああ、かっこいい。木やばい。すげえ木。樹齢何年ぐらい？すごくない？めっちゃ太いな。す
大木がずっと奥まで並んでますよ。戸隠神社すごいですね。写真撮りましょうか。すごい。奥社まで来たかな。鼻水垂れてるみたいな。よだれか。この奥の方はすごい雪積もってます。あすごい。海外の方も結構いるね。そりゃね、こう来たくなるよね。私もすごい緊張から、ここはすごいわ。あれが書いてますね。戸隠神社。来たー。すごい。戸隠神社奥社です。ああ。へえ。思ったよりちっちゃいんだね。うん。へえ。これが九頭竜社。九頭竜の狼。水の神、雨乞いの神として熱い信仰を受け、心願成就、後ろの神として。祈祷おみくし、七じゃん。え、どこに書いてある。あ、ほんまじゃん。七じゃん、うち普通ってことかな。おお、滝修行はやめときます。おみくじしました。ん、おみくじ、祈祷おみくじ、ご祈祷してもらって引いてもらえるおみくじ。戸隠神社すごい。奥社よいしょ。戸隠神社奥社行ってきました。樹齢400年ぐらい、樹齢400年の木が並んでて、すごいエネルギーを感じる道でしたね。すごいとこでしたね。はい、奥社まで30-40分。40分かかるね。40分ぐらいかかるんですけど、雪やけん、1時間近くかかりましたね。今日は雪降ってたんで、けど行く価値ありますね。あるね。とてもエネルギーを感じる場所でした。冬に行けてよかったですね。雪の積もってるな、はい。これから、どうなん？閉山する？これから、閉山しちゃうね。で、タイミングはすごく良かった。ちょうどいいタイミングで、来れました。良かったです。戸隠神社。これは鉄？鉄っぽい。交通安全祈願の人は？しかも木じゃけんな。すごいよね、この鳥。ニシンそばもいいよね。お腹すいた。行きましょう。いいですね。ねえ、ね、お部屋も好き。さすが、お部屋でしたね。
贅沢だな。そば茶かね。あったか。すごい美味しそう。いや、体冷え切ったんで。ねえ。めっちゃ美味しそうですね、これ。うん、めっちゃ美味しそう。はい、そばで。ね、温まりたいと思います。戸隠しそば、温まりますね。戸隠しそば美味しいです。温まります。ごちそうさまでした。美味しかったです。お疲れ様です。ありがとうございます。元祖戸隠手打ちそば岩戸屋さん、ヤクルトいただきました。麦わら帽子欲しかったんですけど、竹細工の店ですね。江戸屋見上げてます。これから長野を出まして、金沢の方ですかね、うん、そちらの今日泊まるゲストハウスにもう向かいたいと思います。ここから3時間ちょっとかかる、3時間ぐらいかかるので、長野はもう出て次の宿に向かいます。外も雨で結構天気悪いんで、うん、はい、まあ移動にはちょうどいいってことで、そうですね、まあ移動したいと思います。予告信号ですね。はい、日本海が見えています。現在新潟県です。年水一気飲みして一気飲みしてないよ、残ってるわ。ただいま金沢到着して、ちょっとスーパーで買い出しをしてから、うん、泊まるゲストハウスへ向かう予定です。ですね。これもはやね、多分金沢でもないんだよ、能見市っていうところ。能見市、金沢からさらに越えたところですね。アルビス、石川なんですけど、ブラックラーメン有名だよね。しかもね、お前も買おうとしとるんや。しかもね、これの隣にね、鳥取ゴールド置いてあったの。すごくない？ちょっとわかんない。そこのなんかレジ行列できてんだけど。みんな貼れてもらうのに行列できてる。あ、人来たよ。こんばんは。そっちで。こんばんは。お世話になります。すごい。めっちゃいい香りする、いろりの。おお。すごい。すごい。めちゃめちゃすごくないですか。なんかびっくりした。すごくないですかこれ。写真で見るよりすごかったんだけど。なんかすごい奥にめっちゃどんどん広がっていくんで。シャワー室もあって、ここがトイレ。すごいな。ねえねえ。ん？増えた時に泊まれるようになってるの。泊まれる。エアコンもここにある。すごいな。蔵のさ、
扉だったところよ。そうだね、さっきの外にあって、うん、すごい、めちゃめちゃかっこいいんだけど、この蔵かっこいい、へえ、本日泊まる宿がなんていうとこですか。エアビーンドビーでユノさん、ゲストハウスユノさんだと思います。能見市のユノさんに泊まります。じゃあちょっとご飯の前に温泉行っていきますか、うん、なんか夜はこの囲炉裏を使ってお食事を食べたいと思います。里山の湯能見市、時間をかけて火を作る工程もいい感じです。めちゃめちゃいろりいいですね。もう食べれます、食べイカ。いい感じだと思います。うちお醤油つけてみとった。でも短時間じゃけん。どんなか。お気をつけて。一口でいった。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい？香ばしい。ああ。やっぱ炭って美味しいんだね。海鮮もすごい新鮮だと思う。でも石川県産だった、うん、じゃあ私も食べよう。これ家でできるってすごくいいね。最高だな。うまい。 いやーいいね、あったまりますし幸せだな。うん、火がある生活です。これも石川のお餅です。美味しそうだね。あ、めっちゃ黒胡椒の匂いがする。富山ブラック、石川で食べる富山ブラック。むちゃおはよう。クマ出なかった。なんか朝晩はクマ出るとか言っとって。あそこが今日泊まったゲストハウスです。これですね。この離れをリノベーションした部屋に泊まりました。
おはようございます。おにぎりですか。おにぎりです。山手のコシヒカリ朝食におにぎりを作っております。はい、じゃあお世話になりました。ゆのさん、いろりがとても素敵な場所でした。楽しかったです。ありがとうございました。いい香りする。早速新米のおにぎりをいただきます。うん、粒立ちがしっかりしてて美味しいです。これから福井の方に向かいまして、恐竜博物館、そちらに向かいたいと思います。ちょっと行ってみたかったんで。恐竜を見たいんですか。はい、恐竜を見に行きます、うん、福井へ。石川は曇りです。石川の白山、一気に白くなりましたね、景色が。さっきまで紅葉だったのにな。急に冬だよ。うわすごい綺麗。あ、素晴らしいですね。恐竜、恐竜ディノパーク。なんか恐竜博物館めっちゃ綺麗じゃない？面白い。何だ恐竜いる。めっちゃかっこいいよ。すごくない？恐竜の声がする。完全にジュラシックパークだ。恐竜めっちゃいる。やば。うお、動いた。やば。てかこんな目の前にいたら食われるな。タルボサウルスでけえ。あ、これティアノサウルスなんだ。すご。手ちっちゃすぎない？手ちっちゃいよ。橋はすごい太いけど。手やばいよな。手ちっちゃい。怒ったよ。ほら手ちっちゃいって言うから。おーやばい。あの歯で食べられたらそりゃ死んじゃうわ。やばいな。歯が乾燥しないようになってなって。骨ごと噛み砕く。ふぎゃー。すげえな。ふわー。頬とかなんかさ、特徴的よな。進撃の巨人みたいになって。始祖の巨人。トリケラトプス。本当だ。口パクパクしてる。攻撃されてるんだ。やめて。やめろ。大きい。大丈夫。大きいわ。大山の火山灰。ここからピヤー飛んでってる。すごい。
6年前に紛失したもの。あ、でも鹿児島から飛んできてるやつもあるけど、すごいな。すごつやつや。ここはマグマでできた子たちです。恐竜、良かったですね。良かったっすね。展示されてるものもすごいんじゃろうしな。いろいろ地球の歴史とかも知れて面白いところでした。漆サミット。漆好きなんですよ。あ、そうなんですか。お目当てのものが手に入りましたか。そうなんです。お味噌汁入れます。はい、中野旅行も5日目ということで名残惜しいんですが、今が16時半なので今出ないと到着時間が10時頃になってしまうのかな、うん、鳥取の方に向かいたいと思います。帰りましょう。満足しましたね。満足しました。はい、いろいろ感動も多かったし、運転6時間ぐらいかな。頑張ります。はい、鳥取県にただいま入りました。ただいま鳥取県。鳥取は雨です。ただいま9時でございます。あと1時間ぐらいで到着予定です。家帰ってきた。帰ってきた。長距離ドライブでした。家帰ってきましたよ。帰ってきたよ、ボーボー。ただいまです。チコ。現在23時なんですが、鳥取到着しました。長旅でしたが、とてもいい長野旅でした。また年始かな、年始あたりに北海道行くので、その時も旅行動画を作ろうと思っていますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。長野旅行の動画はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではまた次の動画で。さようなら。